NHK から国民を守る党の定例記者会見開始させていただきたいと思います。本日ですね、立花がちょっと体調不良により、欠席となります。ただ役員会の方には Zoom の方で出席しておりましたので、教育があった点などもろもろ、私の方から共有させていただきたいと思います。ですね、まず来週ですね、浜田先生の一般質問が2件ございます。来週月曜日、11月30日の月曜日、行政監視委員会の方で12時5分から12時15分、こちら質問がございます。また翌日の12月1日火曜日、こちらは財政金融委員会の方で13時55分から14時32分で、37分間の質問時間がございます。特に弁護士法違反についてなどなど、NHK 問題について当面ご質問なされるとのことでしたので、皆さんぜひ見てみてください。裁判のボロボロの決定が決まりましたので、そちらも共有させていただきます。1点目が立花党首が被告となっている刑事裁判についてですね、こちらの次の期日が決まりました。2021年の来年の1月18日東京地方裁判所で東京地方裁判所で15時30分より402号法廷でこちらの裁判がございます。正当業務行為として引き続き無罪を主張する予定とのことでした。またちょっと、日付が前後して申し訳ないんですが、12月4日来週ですね、来週金曜日に関しましては11時より、NHK の方から1100万円の損害賠償を訴えられている民事裁判、こちらがございます。こちらは103号法廷です。NHK の集金人が来たところを撮影して、その撮影にモザイクをかけてアップロードしたということが問題だということで争っている裁判なんですが、こちらに関しても正当な撮影であるという主張をしていこうと思っておりますので、ぜひ103号法廷は広いので、ぜひ皆さんもしお時間があれば見に来てくださいとも当初がおっしゃっていました。裁判に関しては以上です。誹謗中傷に関して、2回目の開示請求がほぼ済みまして、やはりクズですとかゴキブリ、それから立花に関しては反社などのワードは全てアウトだとのことでした。やはり批判を超えた誹謗中傷ということは開示、名誉感情の毀損ということで開示請求が全て認められているということでした。で、今週に関しましては、その昨日ですね、立花の方が、森友学園の裁判で、大阪の方に行っていたと思うんですが、そちらに関しましても全て YouTube の方で説明をしているから、よかったと細かいことは YouTube で見てそのことでした。なのでアップロードしている、旨に関しては省略させていただきます。最後、大橋先生からです。大橋副党首からです。地方選挙の公認候補者であった、愛媛県高松市で公認候補予定者であった川西浩二さん、彼が本人の希望通り公認を辞退されて、それが認められたという報告がございました。はい、それではですけど申し訳ありません、私からは以上になります。はい、ありがとうございます。